プロラケットバッグ L っていうのと、はい、プロバックパック、はい、その2つあります、はい、かわいい色ですね、はい、こちらはさっきの、ね、シックな色が続いた中では結構派手な感じでね、はい、そうですね、はい、なんかラジカルに合いそうな色ですね。オレンジがね、そう指してるんですかね。これでも、はい、ちゃんとここが光沢ある、なんか布がまた変わってて、はい、汚れづらそうでいい感じですね。プロシリーズなんで、はい、こちらもやっぱりね結構選手が使う予定のモデルになるんでね、はい、結構パフォーマンスラインの形で、はい、なかなかこのね緑とオレンジ、はい、このツートンもあるんで勇気いるよ、はいラケットから続いて結構こういう形のね、はい、あの呼吸もしてもない色を、はい、出してきてるのでね、すごい綺麗な色です。宇野さん、じゃあ、はい、宇野さんチェックいいですか。はい、はい、じゃあ、いきます。はい、じゃあ中身開けていきたいと思います、はい、これは9本入り、これは、はい、ね、9本入りなんで9本入りです、はい、はい、じゃあ左で、はい、まあ、こんな感じで幅は結構ありますね。3分の2くらいはですね、はい、ラケットじゃないところが幅取ってますね、はい、で内ポケットが2つここについています。はい、じゃあ次は、はい、右側開けてみます。お、もう先に仕込んでます、はい、ラジカルが入ってました。はい、でやっぱここのポケットっていうのは暑さにラットが負けないようなコーティング、はい、はい、されてるんですよね、はい、3本余裕で入ります。なんか4本くらい入りそうですね。まだ行ってますよ、はい、はい、すごいすっぽり入れたらいいわけじゃないんですよ、ここにね、なんかあの持ってる分だけ入れてくれたらいいですからね、はい、3本くらいはもう余裕で入ってます。はい、はい、こっちのポケット、あ、結構大きいですね。はい、この三角形のポケットがしっかり頑丈なポケットが背負ってる人は嬉しいですね、ここね、パッと取れますからね、はい、はい、いいですね、はい、はい、あ、反対側にも、反対側にも同じように三角形のポケットがついてます。はい、ここまでしっかり入ります。はい、はい、こんな感じです。はい、後ろはちゃんとクッションがついてるんですね。腰痛めるからね、痛めへんね、はい、こんな感じですごいカラーリングかわいい、はい、こちら行きます。はい、はい、見てみます。はい、じゃあまず真ん中。結構コンパクトですね、これは。これも大胆に口が大きく開くところになります。はい、四角全部開きます。で、シューズケースもあるんですね。専用のシューズケース、そうですね。ここ穴開いてる。シューズに優しいんですよ、ヘッドのバッグはこういう個室を用意してますから。はい、ここ、はい、通気性ですか。すごい。通気性ですね。はい、ここは穴開いてる。足の臭い匂いがバーッと出ます。はい。はい、しっかり穴が開いてます。で、サイドポケットが2つ、2つついてますね。はい、こっちと、はい、こっちもしっかり入ってます。はい、で、ラケット入れるところ。はい、これはやっぱり 2本入るんですかね。こちらも2本入ると思われますので、はい、いいですか。2本入れないうるさいですから、はい、やっぱりね、1本切れた場合ね。そうですね。でもどうか、 入りました。2本入れば安心。はい、結構幅があるバックパックなので、はい、全然問題なく入る。はい、こんな感じです。はい、ありがとうございます。